ナリカドのディレムーション、イエーイ、はいはいはい、こんばんは、ナリカドームです。というわけでね、この番組は現在声優になるべく活動中の私、ナリカドームがですね、まあこちら、いろんなゲストさんやアシスタントさんと一緒に、まあ、声優について深く知ろうというふうな番組でございましてですね、まあ、アニメとゲームとかね、いろんなそういったものに関して、掘り下げていくような番組でございます。というわけでですね、まずは番組の方、クレジットの方お願いします。この番組はお揃い専門ショップ、名前をレザー専門ショップ、ゲーグーセビア美容室、エルドラード、 AKB が私、眉毛サロン、ビアン、以上のサポーターで成り立っています。はい、というわけでですね、こちら、まあ、この場所がですね、秋葉 .tv というふうなところなんですけども、まあ、つい、先週の金曜日に、私ちょうどこの場所で、引退記者会見を行ったわけでございまして、はい、でまあ、その時のね、あの引退記者会見どんな感じだったのかなというふうなことを話す前に、一緒に引退記者会見に来てた人がいるんです。はい、では紹介しましょう。 D シスターズでーす。イエーイ、 D シスターズでーす。イエーイ。無駄にテンションが高い D シスターズ。無駄じゃない。はい、というわけでね、はい、まず、あ、まあ、僕自身が引退記者会見したわけではございますが、どうでした？初めて新聞載っちゃったよ。あ、載っちゃいましたね。載っちゃったよ。いや、あれは大騒動で、ヤフーニュースとか、うん、ミクシーニュースとか出ちゃったよ、うん、ニュースがね、うん、いっぱい出てびっくりしました。じゃあちょっと代表して、なんか、あ、私、ですね、まあ、新聞を取り置き忘れたということで、取り置き、はい、あのブログにも書いたんですけれども、うん、あの誰か持ってないかなって募集中です。お、はい、うちに、あの、大量に、本当に、本当に思い出を残しときたい。うん、みんな買ってくれたんですよ。結局ね、同じ新聞が大量にある。じゃあ、うから買ったら、なんか、うから買いたいと思います。はい、お金いるんや。まあまあ、あの新聞ネタにどんだけ引っ張るんだって話になっちゃうんですけど、まあ僕自身もですね、あの、自分自身が引退っていう風な感じだったんですが、まあスノーボードっていう風なね、あの、ものからの引退っていうわけであって、人生は引退しませんよというわけで、これ、わかるでしょ。生きてる。生きてる。あ、生きてる。Like。そう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 。というわけで悪いよ。というわけでね、まあ、これからはサブカルチャータレントとして、まあ、やっていくっていう風なわけなんですけども、まあ、サブカルチャーというのは何なのかっていうのはね、まあ、いろんなサブカルチャーありますよ。ありますけれども、僕が言うものは、まあ、アニメ、漫画、ゲーム、声優、アイドルと、まあ、こういったね、まあ、主に秋葉原文化をね、はい、あと、まあ、そちらをね、世界に発信していこうというふうなことなんですけれども、まあ、秋葉原、声優目指してるんでしょ。秋葉原、頑張って。というわけでね、あの、まあ、今回はですね、いつも声優になるべくっていうふうなことで早口言葉しかやっておりませんが、ちょっと今日は趣旨を変えます。お、趣旨、趣旨を変えます、趣旨変えます、趣旨です、趣旨じゃなくて、じゃなくて趣旨、趣旨、趣旨を変えていきたいと思います。ということで、フリートークをね、充実させたいなと、ぜひやってください、はい、思っているのですが、まあ、テーマもあります。まあ、あの、もうね、7月ですよ。7月って言ったら何を想像しますかと。はい、はい、花火、はい、早くね、はい、七夕、はい、七夕、はい、夏休み、まあ、普通の答えはそうなんだよね。後ろ何も言わなかった。見守っちゃったね。言ってもいいんだよ。海の日、あ、海の日、海開きの日ね、海開き、後半になりました、今年も、はい、そうですね、そうですね、6月で半分なんで、そうですね、ということはじゃなくて、じゃなくて、あ、違うんだ、はい、ラッキーセブン、お、まあ、まあ、確かに7月だからね。まあ、7月と言ったら夏アニメですよ。
誰も読まなかった。誰も読まなかった。夏アニメですよ。はい、私だって後半になりました、うん、新しいアニメ始まりますって言ってくれるかと思った、うんうんうん、言おうと思ったんだけど、いや2人言ってやがったから、なんかここで言っちゃうのはちょっと申し訳ないから2人。すいませんでした、振りが下手で頑張ります。あの今月誕生日のシスターズいません？いるよ。おお、ゆり、今日ツイッターの方で、こちらどんなアニメが今期熱いかっていう風なものをつぶやいていただきたいと思うわけなんで、ぜひともどんどんあの後半にも触れていきますので、つぶやいていってください。はい、というわけで、それでは今夜も1時間たっぷりお楽しみください。イエーイ。なんか拍手少なくない？足も。はい、ではですね、まあ、本日初めのコーナーに移りたいと思います。はい、はい、いいですか？どうぞ。はい、これが私のスタートラインイエーイ。まあね、これね、何なのかっていうのはね、何なんですか？何だろうね。あの前回も言っちゃったよみたいな。あ、言いましたね。うん、言っちゃったんだけど、あ、実はね、あの前回引き続き、前回動画を流したの覚えてます？覚えてます。あの誰がいなかったんだっけ？キャナと、ああっていういなかったんだよね。あのいなかったものを引き続きいないものを、約18分弱流す予定なので、もういじめですよそれ。いやいやいや、まあ、その後しっかりとやるから、だからその間にツイッターとかでどんどんあの絡んでてくださいっていう風なわけですね。はい、まあ、場所がですね、川崎のクラブチッタで、行われましたリクリエーションボリューム1っていうもので、前回も来てないな、まあ、普段のメインアシスタントみゆきりなが、なぜか降ろされました。そうですね、いろいろね、いろいろちょっとありまして、あ、なんですけども、そのみゆきりながいるっていう体で、お送りしたいと思います。VTR の方どうぞ。
されて、で今日、ね、今日デビューってことなんですけど、はい、みんな1ヶ月間どうだった？本当濃かったよね。濃かった。本当に濃かった。なんか事務所にあるちっちゃいスタジオでレッスンを毎日してたんですけど、本当にスタジオが借りてない時とかは公園で虫刺されながら練習してね、はい、頑張ってきたんですよね。でこの間一応本当にちっちゃい会場でね、お披露目っていうのをちょっとやらせてもらったんですけど、はい、その時とか本当に楽屋がすっごい、ね、小さくて本当一つしかなかったんで、はい、もう私たちはね事務所からこの格好でもうギリギリに会場に行ってね、電車乗って秋葉原歩いて、あの姿勢も恥ずかしかったんで、すごい恥ずかしかったんですけど、でもこの長々最初喋っちゃったんですけど、皆さんに顔と名前を覚えていただくために、自己紹介をしたいと思います。ありがとうございます。まず、はい、私 D スタイルのリーダーをやらせていただいています、小西リーナと申します。お願いします。19歳の現役女子大生です。はい、ね、最近ハマっていることは明日の天気を予想することです。お、はい、明日は晴れです。本当に？大体私の予想晴れなんですけど、ちなみに今日は外れてますよね。そう、今日も外れちゃってちょっと残念な感じになっちゃったんですけど、まあ、みんなこんなに集まってくれて本当嬉しいです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、キャッチフレーズはみんなの心の元気の源、春の心です。ありがとうございます。ありがとうございます。19歳、現役カリスマニートをやっています。よろしくお願いします。次、はい、林愛奈です。メンバーの中で最年長で20歳です。よろしくお願いします。はい、じゃあみんなの紹介、ストップ、ね、あ、触れてるよね。あ、てか、また忘れてますよね。あれ、なんか3人じゃなかったっけ。今ガチで忘れたでしょ。ちょっと待って今、ごめんなさい、この間の広めの時もリナのこと忘れちゃって。今本気だって言ったわ。ごめん。じゃあ紹介して。若干存在が危うかった無敵素敵笑顔に元気ナンパことみゆきりなです。みんなナンパって呼んでください。ナンパ。あ、今ズッキュン来たわ。よかった。はい、 OK です。 OK です。はい、じゃあ4人の自己紹介が終わったところで、皆さん名前とか覚えてくれましたか？で、先ほどね、歌った曲がベストフレンドっていう曲で、私たちのオリジナル曲なんですよ。はい、はい、ね、ケン・スズキさんっていう素晴らしい、ね、はい、音楽プロデューサーの人に作ってもらった曲なんですけど、皆さん、さっきのベストフレンドどうでしたか？ありがとうございます。ありがとうございます。で、次で私たち最後の曲になってしまうんですけど、ありがとうございます。OK ですか？なんか手は OK みたいな。あ、なるほど、ごめんなさい。はい、で次の歌わせていただく曲が、純情片思いっていう曲なんですけど、さっきの曲とはちょっと変わって、うん、ちょっとかっこいい感じのセクシーな感じの曲になっているので、はい、みんなで盛り上がって聴いてください。はい、
はい、D スタイルのデビューライブ終わりましたよ。いや早速ですね、あの D スタイルの皆さんが来ているので、ちょっと終わった後のインタビューをしていきたいと思います。いやリーダー、はい、いかがでしたか？いやもう本当にたくさんの人が集まってくれて、もう本当に最高、もう感動して、もう今なんかしゃべれる、テンションが上がってて、本当にでも本当にいいライブにできて、本当にみんなでね今まで頑張ってきたのをすごい出せて、すっごい楽しかったし、本当今までディスタイルとしてやってきてよかったなって本当思いました。はい、見ててすごくあの鳥肌が立ったっていうのもありまして、あのね、あの練習してる姿見てるから余計になんかおお頑張ってるなみたいな感じがしまして、はい、いやね、次もちょっと告知とかもねしていきながら、そうですね、じゃあ今、じゃあみんな終わってからにしましょうか。はい、じゃあ次こうちゃん大丈夫？大丈夫？どうでした？初ライブ感想。すごい観客席がすごい盛り上がってて、うん、みんな笑顔で手振ってくれてたりとかして、うん、で横にはもうメンバーがいるのが心強くて、うん、すごい感動しました。いつもは一人でやってたとかそういう感じ？ずっと一人でライブをやってたんですけど、うん、周りにメンバーがいるっていうのが初めての経験なので、うん、嬉しかったです。いやすごくねいい感じ で見させていただきました。ありがとうございます。いえいえいえ、じゃあ大丈夫ですか？はい、はい、じゃあどうでした？やっぱ最初はすごい緊張してたんですけど、でもやっぱなんかみんなの盛り上がりとかも見て、すごい最後までちゃんとやりきれてよかったなって思います。もうね自己紹介の時からちょっと上がってた上がってるなっていうふうなイメージは、あのそうまあ大丈夫かなってちょっと一瞬ね、なんか変な親心みたいな感じで大丈夫かなみたいな、2曲目このままいけるかなみたいなところありましたけど、いえいえ、まあね2曲目しっかりとやってすごく良かったと思います。はい、じゃあちょっと最後に我が、D レボリューションのメインアシスタントみゆきれなに、もうなんか大丈夫大丈夫大丈夫、うん、どうでした初ライブ？初、うん、もう緊張でしょ、でもお客さんいっぱいでしょ、楽しかったでしょ、うん、すごく良かった。あのなんか知んないけどなんかこんなまとめれてるリナが怖い。普段そんなにグダグダかな？結構グダグダですよ意外に。あ、いい意味でね、いい意味でグダグダです。いい意味でグダグダって何？じゃあね、あの D スタイルこれからたくさん活動していくと思うんですけれども、あの何か告知等があれば。一応この放送がですね7月の11日と25日に分けて放送するので、なんかそこで来月です、今月っていうか、まあ今日できなかったから来たんです、あなたのために来たんです。ありがとうございます。はい、軽っめちゃ軽っじゃあじゃあそこはねリーダーから言ってもらった方がいいかな。はい、はい、じゃあ告知の方お願いします。させていただきます、はい、まず7月31日に豊島園の方でライブに出させていただきます。あの遊園地の？そうです、あの遊園地の、あの遊園地、あの遊園地です。はい、あと8月5日に、相模原のサガミューズというイベントにもゲストとして出させていただきます。おー、なんかそちらの方は結構、はい、あの出演者豪華だっていう風な。そうですね、ゴルゴ松本さんとか、あと黒田笠さんとかも一緒に出るんで、はい、そこに D スタイルが出る。そうですよ、よかったら遊びに来てください。はい、ありがとうございます。じゃあこれからも、活動頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。はい、続いて我がプロデュース、我がプロデュースって何僕がプロデュースする、D シスターズの皆さん D スタイル見てもらいましたよ。じゃ早速ちょっと感想の方を聞いていきたいと思います。まずは長女ゆかちん、どうでした？うわー、いやーリーダーの人がめちゃくちゃ喋れてて、うん、わー初めてのライブなのに、うん、すごいしっかりしてるなって思いました。あの D シスターズリーダーいないからね。え、ああそうみたいですね。そうみたいですね。言ったじゃん俺。俺言ったじゃん。あ、ごめん。うん、しっかり聞いてね。だよね。うん、そうだからなんかめっちゃしっかりしてて、なんかライブしたいなって思いました。でも長女だからね。うん。しっかりするポジションではあるんだよ。そうやね。あ、じゃあ私しっかりしてるよ。じゃあついていきましょう。次女です。しっかりしてるよ。あ、そう。じゃあね、まあそんな形でいいかな。はい。はい、じゃあついて次女、はい、どうでした？あ、
はい、なんか初めてのライブなんですよね、うん、なんかそうと思えないぐらいすごい堂々としてて、なんか声とかもすごい出てたし、うん、いやなんかね、自分たちも負けられないなって思いました。そうですよね、うん、まあ一番頑張らないというけど、まず俺なんですけどねまず俺なんですけどね、あのちょっと頑張りますよ、うん、はい、クララね、はい、じゃあちょっと四女かおりんどうだった、四女かおりんどうだったですね、なんかもうとりあえずちゃんと勉強しようと思って、もう真剣に見よう見ようって思ってたんですけど、なんかもう思わず、あ楽しいって純粋に思えちゃうぐらい、うん、もうなんか皆さん自身がすごい楽しそうなのも思いましたし、すごい見てて私も踊りたいなって歌いたいなってすごい感じました、うん、はい、ちょうどあの D スタイルっていうのが、はい、あの僕たち D シスターズの、はい、姉貴分的存在にはなるっていうふうなところはありますので、はいはい、それをしっかりといいところ吸収して、かっこよかったですね、かっこかわいいみたいな、ん、姉貴分的な的な的な、あ全然関係ないですけどね、全然関係ないけど的な全くない、あの一応ね D シスターズって名前なんで妹たちなんでね、うん、俺のお兄の、そう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 っていうわけでね、はい、はい、俺のエビナも忘れたでしょ、兄様、うん、そうだねそうだね、よくよく頑張った、よく頑張った、はい、というわけで六条、はい、はい、うーちゃん、どう、じゃあね、すごく最後の曲好きでした、かっこよくて、ちょっとそこにケン鈴木さんがいるんで、最後の曲何でした、あ、純情片思う順序片思いだそうです。あの聞けてなかった。どうでした？はい、その踊りを見てたんですけど、はい、やっぱり踊りはすごい大げさに踊った方が、うん、なんか見栄えがするなっていうのを一番に思いました。うん、あのですね、D シスターズやっぱり振り付け師がついてくれるので、やっぱり振り付け師ちょっとそこで喋ってますけど、うん、振り付け師もう聞いてくれてない。はい。はい、振り付け師こっちゃんです。はじめまして、振り付けやらせてもらいます梢です、よろしくお願いします。すごいおしてやか、すごいおしてやかどうでした、あの対する D スタイル見まして、あでも2ヶ月であそこまで形にできるってことはすごいなと思いました、うん、あの私たち1ヶ月ですけど大丈夫ですかいやそれは私のここですねですよね、ですよね、期待しております、はい、はい、こっちゃんです。というわけでね、今日は、五女と六女、あ、じゃあ違う、いないのが三女と五女、三女五女がちょっといないんですけれども、11日には全員で揃いますので、その時、ご期待ください。というわけで、以上、現場クラブチッタからでした。どうもー、バイバーイ。はいはい、どうもどうも帰ってきました、はい、ただいま、ただいま、ていうかね、あのユーリンとキャンいなかったよね、はい、いなかったよね、前回も言ったけどいなかったよね、うん、じゃあ、 あの今のを見て、うん、2人の感想を聞こうか、そこから、なんか次うちらがそこのクラブチッタの舞台で踊れると思うと、あそう、ね、すごいワクワクする、やっぱりお客さんの前で舞台の上で照明いっぱい浴びて思いっきり踊れるっていうのがすごい好きだから楽しみでしょうがないです、もう最高のパフォーマンスを見せられるように頑張ります、わー、わー言ったね、なんかお客さんいっぱい来とったやん、来とったやんなんかそれが羨ましくて、うん、D シスターズでもお客さんいっぱい来てもらうように頑張る、おお、何頑張るの、あの来て来てね来てね来てね、そっちね、来てね来てねって来てね来てねっていうのな、ぜひぜひ、今日はね、今のクラブチッターですけれども、8月16日やるんですよ、そうですよ、同じく、いやめっちゃ楽しみ、ね、しかない楽しみ、緊張とかない緊張とかじゃなくて緊張する子とかいる、私全然しない、緊張、あみんな緊張はしないのかな、緊張するけど普段ソロでやってるから逆にあんまり緊張してもなんかそうディスタイルの子も言ってたけど、やっぱ仲間がいるのがすごい心強いみたいな、それはあるよね、分かる、こんだけいるからね、ただね、すっごい無理難題なのかもしれないけれども、
オープニングアクトだからね、うん、いやいやいやもう一番手だからね。いやプロデューサーが無理だって思わないでほしい。いや俺無理やって言ってないもん。あの言って無理だ無理なんだいとは言ったけど無理なんだいとは言ったけどなんだいって難しい難しいあれだけども頑張ってねっていう。いやいやそこはもううちらがもちろんの方盛り上げて、まあまあ、大丈夫だよね。はいイベント明るく始めるよ。あの昨晩ねあのそのオーガナイザーさんと一緒に飲んでたんだけど、ドム君オープニングアクトを任せた意味分かってるよねすっごい言われたから頑張ってね。ドムプロデューサーが私たちを試してるのかなと思った。あああの試されて試してるみたいな感じになってるけど、中間管理職みたいな感じになってるけど大丈夫、うん、あのプロデューサーの期待以上のことはする。お、言ったよ絶対してる言ったよ。楽しみにしてるよこっちは。踊りでは、うん、踊りでは歌は盛り上げた。歌ではけど歌自信ないからそこはもう友達によろしくなってねその役割分担それぞれやっぱ得意なことあるから。だってダンス歌うとさうちらこう笑顔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 自分のパートあるだろ歌うし踊るよ両方みんなっていうわけでね、他なんか今の映像を見てなんか一言申したいっていう風な人います。申したい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 。まあでも私は春の心と友達なのでなんかすごい見てて親心みたいな気持ちで、うん、あなんかデビューしたんやあいつも頑張ったなみたいなそんな感じになっちゃった。うちも心ちゃんと一回映画で共演したことがあるからなんかあ心ちゃんおめでとうみたいな感じになるよね。心ちゃんが感動してるのにつられて感動するから。ああそういうことね。これからも頑張ってほしい、うん、いやこれから頑張っていってくれないと困るんですけどね。いやうちらはうちらで頑張る。ああもちろん当たり前。そういうことね。あそういうことね。まあねそんな感じですが。あとは OK。なんかうーちゃん喋ってないけど喋りたい。うーちゃん喋ってない。喋ってない。全然喋ってない。なんか笑ってるから。笑ってるから。そういうのダメ。しっかり喋ってコメントして。うーちゃんよりカオリの方が喋ってない。確かに。一番喋ってない。カオリはあの映像。で、自分が映ってたんだと思って。映ってた。なんで映ったわけ。なんか、あんな取材とかするの知らなかったし、テレビ映ったのあれ初めてだったから、なんか撮られるんだと思って。ね、そう自分が何喋ってたのかとか知らなかったから。知らなかった。いやいやいや。覚えてる。覚えてる。覚えてる。だからそれ見れてよかった。あと、ステージ映像とかもこうやってまたもう一回見返す。見返してね、うん、私も早く踊りたいなと思いました、うん、まあこちらのね映像をねおいおいね、YouTube にアップされますので、うん、それでも見てください。はい、というわけでね、こちら VTR の方終了ということで、以上これが私のスタートラインでした。イエーイ。はい皆さんお待たせしました。いやちょっと新コーナーを早速ですが新コーナーを行かせていただきたいと思います。じゃ新コーナーって言うのも、うん、何でもいいや。じゃあ行きますよ、うん、行きますよ、うん、はいでは続いて新コーナー、はい、じゃあらん D レボ的新作アニメレビュー、はい、このコーナーではですね7月より開始した新作アニメを中心に D レボーパーソナリティが注目している作品についてまたはなんとなく興味のある作品についてお話をしたり視聴者からのツイッターをご紹介したりするコーナーですというわけなんですが、まずねツイッターもガン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 来てますよ。そこから読ませていただきたいと思います。はい、というわけでね一番最初にボンって来たのがですねこれですね。なんだ怪盗天使ツインエンジェル。おお、やっぱ来ましたね。来ましたね。これはねもともとパチスロなんですよね。そうです。でパチスロからアニメになったっていう、はい、いうものなんですけどアニメついてこれない。パチスロね。パチスロ。あ、分かった。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 あれかって言われて分かんないけど、ね。その前友達に教えてもらったのがパチスロのあれがアニメになった。めっちゃね。分かった。分かった。テンション上がりすぎて慣れてた。今
今つながった。つながった。パチスロって何ですか？パチンコスロット。スロット。パチンコ的スロット。まあ、普通に一般的に、まあ、パチンコ店とかにあるスロットだと思っていただければよろしいかと。俺はね全然やんないからね、パチスロとかスロットとか。いや、唯一やるとしたらあのカジノ、実際のアンドロメイド、アンドロメイド、ラスベガス、そうそうそう、よくわかったね、すごい黒、すごい、人の星もわかってないけどね、なんで俺アンドロメイド出たの、それを分かった黒がすごいよ、ラスベガス、ラスベガス、ラスベガスでこれはちょっとやってみようかと思ってやったことあるけど、でも普通ではあんまないね。やったことないんだけども、あのリオ・ザ・レインボー・ゲートアニメは見てた。これもパチスローから発信のアニメだったものなんですけど、それがですね、ツインエンジェルですよ、がまあツイッターの方で、アンドロメダほら言われてるよ、はるか彼方だって言われた。めっちゃ遠い、申し訳ない、本気でいけない、めっちゃみんな知ってるな。そうですよ、はい、あとですね来たのが、はい、夏アニメあれっす、夏目友人帳見てるさんかなと見てる、もうお母さんと一緒に見てる。まあ夏目友人帳じゃ見てる、見てる、キャナがちょっとどんなものか伝えて、言って、どんなものか、あのおばあちゃんがその妖怪とかの、なんか昔ね、あ、主人公の男の子がいて、おばあちゃんがなんかその妖怪たちの名前を集めて、カメラ向かって喋ってる、こっち喋ってる。あ、じゃあちょっと短くすると、本を開いてバリッてして加えてこうやるやつ。分かりづらいわ。多分分かる人は、ああそこねみたいな。あ、見てる人は分かるよ。紙加えて回らして、ファー見てたけど分かんない。分かるでしょ。そこでしょ、名前返してくださいってきて、なんだっけ、なんかパッて開くとパラパラパラピーってなってバリッとして加えて、ほら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 始まりました、この夏。いつですか？もう始まってます。始まってます。すでに始まってます。始まってるよ。はい。始まってます。はい。あのエンディングを、はい、前期のエンディングを頑張って踊ろうとしてたんですけど、あれ。なんだっけ、 CG かなんか作ってるから、一歩で反対側まで飛んだりしてて、ね、確かに。いや、あとね、こっちがツイッターの方見ますと、ね、アンドロメダがね、さっきからね、あの、アンドロメダ、シュン、そっち行っちゃった。わかるくらいさすがだって。本当にさすがだと思う。俺もびっくりしたもん。あとね、あの、あと何が出てきたっけ、あのキャナから DCS のメンバーにおすすめなのは、アイドルマスターを見てほしい。アイマスね、アイマス、リアルアイマスだ。そう、あのドームプロデューサーがツイッターとかでリアルアイマスって言われてるから、あのそれを多分見たらあっと思うから、あリアルアイマス、ちょっと見なあかんね。今なんかアイマスもまだ多分3話ぐらいまでしかやってないから、そう、あのまだこう売れない感じでこうオーディションが通らないだの、地方公演してるだのぐらいだから、多分結構ああるあるみたいな、わかると思う、ぜひみんな見て、ぜひ、ぜひ、あのついでにヴァンガード見て、あとですね、あのもう一作品来てます、これね、いつもね、言い間違えるんですよ、マヨチキの方で、マヨチキ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 、おいしそう、はい、僕ね、いつもね、マヨキチと間違えるんで、マヨキチみたいな、人の名前みたいな、マヨキチ、違うから、マヨチキの方でお願いします。はい、まあ前口見てる人、見てない、見てない、どんなの、どんなの、これどういう風に説明したらいいんかな、はい、あの分かりやすくお願いします、分かりやすく、分かりやすくですね、そうだな、前打ち気でしょ、
え、それってもしかして、はい、え、女の人が男の格好してる、はい、ではない、あーと、そう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 、女性恐怖症っていう、なんか私違うの録画してたらなんかその話になってて、一話なんかどっか何か一話見たんだけど、あれなんか大人の話すぎて、大人の話なんかそう、大人の話ってわけでもないよ、え、ダメ言うほど、あ、でもエロい、もともとね、ラノベですよ、あ、だからか、うん、かわいい、もともとラノベなので、チキンの俺なのか、そう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 、っていうふうな意味合いですね。マヨマヨネーズでチキンの俺。マヨネーズ。俺はマヨネーズ。どういうこと？やべ、よだれ出る。腹減った。マヨネーズ。お腹空いてる。あ、美味しそうだね。美味しそう。美味しそう。確か美味しそう。でもマヨラーなんだよ主人公。マヨラーでチキンの俺だ。そこそんなにタイトルにするから押したいな。はい。マネージャー。すごい。はい、来てますね。夏アニメ妖怪物推しからの流れとあったらね、今あの言って夏目言ってぬらりひょん言ったら他泣くね、あんまり、あるあるある、妖怪でしょ、あ、妖怪はないよ、妖怪でしょ、流れはない、妖怪から流れはない、流れはもうストップやな、うん、うん、お、あ、ありました、女性恐怖症の主人公と男装執事少女のラブコメです、がマヨチキですね、マヨチキ、はい、で結局何、正式名って何だ、マヨチキ、マヨは何、あ、正式名、正式名がマヨチキ、マヨがひらがな、チキがカタカナ、どういう意味合いがこもってるの、マヨラーのチキの本当に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 、ではあの全体的な流れを拾ったらそうなった、うん、それでいこう、それでうちらの中ではそれでいこう、あ、あとね、あのもう2クール目もなってますけれども、日常、日常、日常大好き、私も大好き、あれ日常しかわかんない、なん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 ってね、あ、来た、嬉しい、嬉しい、そのコラボで来ると思ってなかったから、ちょっとこっちからもネタ用意してね、あとね、あの個人的に好きなものちょっとどん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 行きましょうかっていうふうなわけなんですが、まだ時間大丈夫ですか、そろそろ、あ、まだ大丈夫、はい、じゃあ今期でまだ見てないけど見たいっていうふうなものある人、まだ見てないから、まだ見てない、見ててもいい、見たいものは見てるから、結構今期見てるよ、見てる、シュタインズゲートも見たい、下毛ね、まあ2作、ツークルメ来てますけどね、みんなに見ろって言われてるんだけど、2ヶ月前ぐらいから、あ、2ヶ月前、じゃあワンクールからまだ見てない、見たい、下でね、あのすごくいい作品ってことは分かるんだけども、うんうん、他のものが面白すぎてなかなかちょっと手をつけ入れてない、前期がちょっと面白いのが自分の中で多くて、そうなのか、そう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 、あと対話にもタイガー&バニー、あ、ブラッドシー、ブラッドシー来ました、はい来ました、クランプのだよね、はい、そうですね、あのブラッドシリーズですよ、第、3作目でございます、来てますよ、来てますよ、7月からやってますよ、もうやってる、はい、あ、来たね、神様ドールズ、見てる見てる、あ、知ってる知ってる来てる、神様ドールズと神様のメモ帳があるんだよね、あるあるある、神様神様って、そうそう、神様神様って、ニートタンク家に最近帰ってないから見れてないよ、あったわ、見つかり始まってんので、ね、私がするだけしてなかなかしまった、ね、まあ個人的にですけれども、今期推してる2作品があります、お、はい、一つがゆるゆり、あ、ゆるゆり、見た見た、ゆるゆり、ゆるゆり、ゆるゆりではない、ゆるゆりではない、ゆるゆり、ゆるゆりゆりではない、ゆるゆりです、はい、あともう一つがですね、はい、こちら猫神ヤオヨロズ、猫神ヤオヨロズ、猫神ヤオヨロズ、大事だからね、うさぎドロップ、うさぎドロップ来た、うさ、うさ、うさ来た、あれ映画化もしてるしね、何この猫神ヤオヨロズでゆるゆりって来てるのに誰も突っ込んでくれないっていうね感じがね、誰もね拾ってくれないっていう風な感じなんだけど、もう言ってもいいかなっていうことで、両方とも竹立つ穴が出てます、両方出てますっていう風なだけで、あの、あ、これはチェックしとくべきみたいな感じではあります、はい、ありがとうございます、はい、クララワンセグチューナーを入手プラス小雪ちゃんで見るんだ、了解しました、小雪ちゃん今実家なんで戻ってきたら、戻ってきたら、はいはい、小雪ちゃんって何ですか、それもちょっと言えないな、おっとはい、
すいません、ただのノートパソコン。あ、わかった。なんか名前がね、自動かなと思って、これ以上聞かんとこうと思って、あとですね、これはね、個人的にもすっごいお願いしたい。何？インデックス。インデックス3期やってほしいな。やってほしい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 。超熱い。やってほしい。やってほしい。やってほしい。あれがね、あの、自分の中で、まあ、全体的に好きなんですけれども、ラストオーダーとアクセラレーターの絡みが好きっていう。わかる人はわかるよ。周りにはわからない。わかるよ。ね、あの小雪ちゃんだとって言ってるよ。あ、小雪ちゃん結構有名な子なの。有名なんだ。有名なんだ。ねえちゃん。はい、実家里帰りだったんだ。知らなかった小雪。小雪。里帰り中です。はい、里帰り中ね。私うちらより知名度高い小雪。頑張って頑張って。小雪ちゃんに負けちゃう。頑張って頑張って。負けないように頑張って。頑張ってみんな。人間だもん。人間だもん。あとローキューブとか話してない。ローキューブもありますね。はい。ローキューブ、ローキューブはこれ何という風に説明すればいいんかなっていう風な感じで、萌えバスケ、萌えバスケ、あ、なんか外から見学の方がいっぱいいる。あ、たくさんいらっしゃいませあ、いっぱいいる。あのスラムダンク萌えバージョンって言ったり。いや、そんな説明ロリコン向け、ロリコン向け萌えバスケ漫画。また難しいところだよね。あ、キャラが可愛いよね。可愛かった。あ、内容は分からなかったけど。まあまあ内容は分からなくていいんです。そうなんだ。うん、きっと。謎に体育館でメイド服とか着てた。うん、可愛いから、ね。可愛いけど。可愛いけど。あとですね、個人的にもう一つ推してるものがありまして、ただこれが地上波ではないんですよ。キッズステーションなんですが、ニャンパイヤ。ニャンパイヤ。家に大量にある。ニャンパイヤ可愛いよね。そうなの。可愛い。ニャンパイヤ可愛いんですよ。というわけで押してるわけで、うん、今の流れ何かさらに私これ言いたいみたいなのありますか？ニャンパイヤ。ニャンパイヤ今言ったじゃん。今言ったとこじゃん。さらに言いたいのね。さらに言いたいのね。大事だからね。うん、お、さ、来ました来ました、ツイッター。お、ダンタリアンの初夏ってやつ一回見た記憶がある。そう、ダンタリアンの初夏ありますよ。ダルタニアンの初夏？うん、ダンタリアン。ダンタリアン。なんだっけそれ、あの三重視。三重視だよね。前読んでた。あ、前読んでた。ダルタニアンだっけ？ダルタニアン。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 イントネーション。ダルタニアン。ダルタニアン。あ、ナンバーシックスね。あとナンバーシックスね。はい。そう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 、もう一つこれだけ拾わして、慶応も3期やってほしい、でもアジニャンの出番が、本当にそこなんですよ、本当にそこなんですよ。あの大学編行きまして、アジニャンの出番は、はい、すいません、あと5分でエンディング入りまして、ちょっと熱く語りすぎてね、言われました。本当ね、あのアジニャン出てこないと慶応じゃないっていうね感じなでございますが、ちょっとねうまいこと流れるようにエンディングの方に。ダンダダン。ダンダダン。ダンダダン。内容は何について扱う？あやち。あやちです。あやち逃げて。逃げて逃げて。逃げて。もう感じてる危険を。いや絶対感じてるよ。アズニャンハーハーって来たよ。ハーハーでもね、こっちがクンカクンカしてやるよっていうね。そうした、そろそろ巻き戻しに行きたいんで、そろそろ巻き戻し新作出してくんないかなって。なんで巻き戻しなんだ。なんで巻き戻しなんだ。追いつけ追い越せ引っ込け。こっちではない。こっちではない。こっちだと思う。全然違う。間違えたら困るからね。覚えたら私カラオケ歌ってた。おかしいだろ。一個抜いてどうすんだよ。生えてねえし、巻き顔。というわけでね、結構紹介しましたけども、まだ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 ありまして、実はですね、今期あの新しく始まったのが約30作あるんですよ。めっちゃある。そんなあるので、まあ、正直厳しいなと。厳しいな、全部チェックが厳しいなと。JCDD パンパンになってかねなるよ。なってるよ。なるよ、しょうがないよ。あ、そうだそうだ、確かそうだ。そうそうマキバオ、確かジャンプスクエアで新作漫画やってた。知らん知らん知らん。そう、それチェックやね。チェックだね。でも、
筒の丸先生ですよね、うん、筒の丸先生ですよね、大丈夫なのかね、巻き顔だよ、まあいいや、よし次行こう。大丈夫かねえで、ハンターハンターしか分かんない。言っちゃダメ、出てるよね、新婚出たらすごい人気で、言っちゃダメ。ちょっとごめんね。いや、ハンターハンターのアニメ見たいな。ハンターハンターね、見たいですよね、見たいですよ。フラピカ大好き、フラピカ大好き。フラピカのさ、初期のこういう服あってさ、あれがうちあの学校で、あの何プール用のタオルがあれだった。そう、真ん中いて、あのスクミスの上にあれをかぶる。お母さんが作った。でそれを持って学校に行くじゃん、プールサイドに着るじゃん、超浮くよ。間違いない、間違いない、超恥ずかしかった。いやちょっとね、ツイッターの方読ませていただきますけど、さっきアズニャハーハーからのカスケードハーハーって聞いた。ツイッターがハーハーで埋まっちゃうよ。カスケードハーハーって乗れねえよ、それはちょっとさすがに。それは乗れねえわ。乗られても困るわ。あとね、もう一つ、新作アニメ、新作というか続編ですね、バカテス。それも撮ってるね。バカテス、ね、バカとテストと召喚獣2っていうね、2作目 ?3 つ目どっちだ ?3 つ目、これが見始め。ああそう、うん、結構、まあ、続編でやってますけれども、うん、いやこれもね、見るべきあのアニメでございますよ、うん、はい、うん、あマジでマジで、ちょっとごめん、これ個人的にムヒョとロージーの新作もマジで、西先生マジで、わからない。わかんないね。わかる。わかる。ムヒョとロージの魔法律相談事務所。アニメ？いや、アニメじゃないと思うよ。こっちは漫画だと思う。スクイアの方だと思うよ。いや、これはちょっと、スクイアってね、なかなかチェックしたくても、うん、なんか、そこまでいかないんだよね。うん、ただ、迷い猫、迷い猫？迷い猫じゃない。迷い猫もやってたんだけど、迷い猫オーバーラン描いてる、先生が書いてるもの、なんだっけ、トラブル、トラブル、トラブルもやってますね。トラブルがスクエアだったからさらにエロくなったっていうね。いやいや、そこは隠しといてよみたいな、そこ見せちゃダメみたいな。よし、じゃあ見よう。見るか、どんなあれ、研究そうだよね。はい、ウルトラジャンプね、スティールボールランが終わって新しくなりましたっていう、森王朝ですね、また戻ったかった、戻ったっていう。森王朝はね、すごく自分の中で興味深いので、いいなと。あまりジョジョ読んでる人いないか。ジョジョファンいない。読もうとは思ってるんだけど、お金がないからまだ買えてない。ああ、この前ジョジョもね、バー行ったの。ジョジョファン、どこにある、東京にある、都内にある、なんか友達が名古屋にあるっつってて、都内にもあるよ。連れてってください。ぜひジョジョラの方々に言いたいのが、言いたいのが、ジーシスのライブに来てください。キャナ振り付けの途中に一回ジョジョたち入れてる。入れてる、入れてる。気づいてくれたら嬉しいな。分かる人にしか分からない。確かに、確かに。しかも隠れてるよね。そう、隠れてる。隠れてる。そうそう、やってるから。どこで入ってるかな。来たよ。ザワールド。ザワールドね。ハモン？スタンド？どっちみたいな。もうスタンド使い。スタンド使いの方ね。もう三部行っちゃった方ね。嫌でやられた方。嫌でやられた方ね。あ、そっちで能力出ちゃった方ね。修行してない。修行してないんだ。気づいたら使い。気づいたら使いてた。あれ見どころやね。ダンスの中で一番。はい、というわけでね、かなりこのコーナー盛り上がったんですけど、ぶっちゃけて言うと、D レボ的新作アニメレビューなのに最後の漫画しか喋ってない。確かに。はい。はい、ということで、以上 D レボ的新作アニメレビューでした。さてさて、早いもので今夜もエンディングのお時間となってしまいました。早い、本当に早いということで、ね、まず告知の方を、お願いしたいと思います、はい、どうぞ。8月16日火曜日、アイレボリューションというライブで、クラブチットでライブします。イエーイ、川崎です。こちらの時間は
15時からスタートで私たちはオープニングアクトをしますので、もうめちゃくちゃやる気満々ですよ。よかったら見てください。デビューライブです。2曲やります。そう、2曲もうね、うちら超頑張ってるね。あの今日もレコーディングしてきた私以外で私以外がみんなレコーディング終わったみたいなので終わってる、ごめん、ツイッター見てて笑っちゃった。ジョジョ園の常連ジョジョラ違う違う、ジョジョ園行きたい。それ単なる金持ちだから今もいつかそのジョジョラーになりたいよね。俺全部俺自分たちで払えるぐらい頑張って、よろしくお願いします。お願いします。はいはい、というわけでね告知それだけで大丈夫とりあえず、まあ、とりあえず、まあ、とりあえずね、まあまあ、とりあえずね、まあ、まあ、俺もなんか俺はいはい、ちょっと今ちょっと大人の時間が、はい、はい、楽しみにしてください。楽しみくださいということでね、はい、じゃあここで一応告知しますか。はい、はい、これは俺から言った方がいいかな。お願いします。はい、すいません、8月7日、兵庫県のクラブちょっと言い方ごめん兵庫県の、はい、兵庫県の、西宮で開催予定でした、WOC のウェイクイベント、ウェイクサマーイベントなんですが、すいません、いろいろな諸事情により、中止になってしまいました。すいません、すいませんでした。すいません、はい、申し訳ない。ちょっとあの行きたかったんですけれど、ちょっと事情がありまして、はい、行けなくなりましたが、必ず超遠くないうちに海外の方にまで、はい、ライブしに行きますので、はい、行きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すいません、本当すいません、開けていただいてた方もね、多分いらっしゃると思うんですけれども、はい、ちょっとこの1年以内には行けるように頑張ろう、はい、ということで、それまでもう少しの間だけお待ちくださいませ。よろしくお願いします。関西圏の方々、はい、お願いします。はい、というわけでですね、以降以降こういうところが、はい、本日の感想をちょっと簡単にね感想、はい、あの新コーナーどうでしたか的な感じ。ああ、そうやな、1時間早かったのはその理由かなみたいな。あ、そっち、うん、めっちゃみんな盛り上がって盛り上がっちゃったね。私ほとんど話入れへんかったんやけど日常だけちょっと入ってたよね。日常いいえちょっと、あ、イエーイで終わっちゃったみたいな、イエーイぐらいですか。日常で何のメロじゃ博士の真似をして終わったって感じだね。ツイッター読んで笑う。笑うでしょこれ。いや、今まで食べたパンの数覚えてる。覚えてない。お、というわけでね、はい。SL スケロケこと須賀さん今日はいないです。今日いないよ。はい、ということでね、ユーリンどうですか。アニメ。アニメのものでもその前 の、 あの VTR のことでも、あ、アニメはちょっとあまりまだわからないのですが、Dスタイルのライブの映像でやっぱりお客さんいっぱい撮ったやん、急にその関西弁どうしたの。違う、九州弁、そのお客さんいっぱい来てもらえるように頑張る。お、頑張る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 よ。はい、うちゃんじゃあ全然話についていけなかった。全部全体的に、全体的にアニメの下りとか、アニメの下り、あ、まあ、とりあえず新アニメ全般、ああ、まあ、無理、まあね、見てないものは正直無理だけれども、あのこれから見ようかなって思ってくれればいいかなと。見させようって感じでアニメとかそんなに好きじゃない感じ。いや、アニメ声優さん大好きだから、うん、声優さんで選んでみるけど、ああ、でもあんまりそのあの男の人もしかそんなにあ、推しの声優さんは、推しの声優さんは、中村優子さんと、うん、あと諏訪部純一さん、伊佐浩司さんとかいるんですけど、どんな緑川さん、はい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 、分かる分かる、まあそっていう方たちが出ているものであればチェックしたいってわけね。うん、了解です。じゃあ、はい、はい、私の声優さんは田村ゆかりさんと桃井春子さんです。やばい、強かった、強かった。最近ちょっともう本当に家に帰れてなくてなかなか新アニメとか見れないんですけれど、まあ、そういうのも含めて、はい、まあ徐々にね、徐々にね見ていけるような、いろんなアニメ見ていけるようなと、やるっていうふうじゃないからね。やったらネタバレかなとかで、あ、はいはいはい、はいはいはい、通りましたインズゲート、はい、帰ったら見ます。
あとアイマスも見たいし、うん、日常も引き続き見ます。はい、博士だやめあの二人とも博士やめてくんない？どっちかナノやってくんない？そしたらナノちゃんちょっと頑張るよ、うん、頑張る。ちょっとこの二人ナノと博士のネタやってよ。坂本さん、あ、いいね、坂本さん行こう。坂本さん、なんか超楽しい、やりたくなっちゃうから。ちょっと似てたね。はい、お願いします。はい、さっきの話で出てこなかったのが回るピンクドラムの話とちょろっとあったんだけどスルーされたのがバンガードの話。でもね、あのファンの方であのバンガード買ったよ、コミック一巻買ったよ、カード買ってアニメ見始めたよって言ってくれてる方がいて、うんうん、めっちゃ嬉しい。おお、いいね、いいね、みんなでやりましょう、やりましょう。あっちもね、ちょっと今日はアニメとか漫画で盛り上がっちゃったけど、うん、まあできればこうみんなが絡めるようになりたいね。そうね、アニメに限らずいろんなことで、うん、確かに。そうそうそう、俺もね、漫画でやってみ、やってはみたいんだけど、カードあげるよ、うん、いっぱいやるから。やったらね、すっごいハマっちゃうの。カードあげる、いいやいいや、1個組んであげる。これ遊戯王やった時も俺トランクケースぐらい集めたからね。カードブワーッ、極端やね、極端なの。やろう、ライトザバンガードしてやろう。ごめん、ついてこれないよね。ごめん、クラのね、カードゲームいいカードしか出てない。何、いいカードと、いいカードとか、あー、最後のだもんね、イケメだもんね。ザバンな感じで、じゃあこんな感じで、あとデイシスターズのブログも引き続き毎週、毎週じゃない、この曜日担当で変えて書いてるんで、ぜひチェックしてくださいということで、残り時間も少ないのでドンさんに戻します。はい、最後にこの番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。メールの宛先は info@akiba.tv 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 までお送りください。 akiba.tv トップページ右上のコンタクトにありますメールフォームからも送ることができます。たくさんのメールをお待ちしております。してます、はい、その他ですね、ツイッターのハッシュタグシャープ D アンダーバー REVO D レボでも皆さんつぶやきを募集しておりますので、皆さんどんどんつぶやいちゃってください。よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、あの D シスターズのハッシュタグもできました。シャープに漢字で次元姉妹です。次元姉妹、あの、ね、D シスターズの D がディメンションっていうことで次元で、うん、あの次元姉妹漢字で入れてぜひつぶやいてください。はい、ありがとうございます。そうだよね、シャープ次元姉妹だもんね。なんかかっこよくなったよね、急に。私たち次元姉妹です。かっこいいよ、かっこいいよ、かっこいいでしょ、うん、はい、どうも。はい、あと、はい、あと、はい、ここはアキバドット TV にも遊びに来てもらえたら嬉しいです。はい、ぜひ、はい、はい、スタジオさんもできますので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、はい、よろしくお願いします。それでは今夜のお相手はせーの、ディジタルでした。はい、ちょっと待って、終わらせない、ちょっと待って、終わらせない、俺も言わせて。ちょっと、そして、メイン、ちょっと、ちょっと、はい、ちょ、待てい。というわけでね、私、何かドームでお送りいたしました。皆様、再来週ですね、再来週もぜひ見てください。よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。何かドームのリレボリューション第6回目でした。この番組はお揃い専門ショップたまよ、レザー専門ショップゲーズー、セビア美容室エルドラード、 AKB が私、眉毛サロンビアン以上のサポーターで成り立っています。